今夜はユニコーンについてお話ししたいと思います。ユニコーン、はい、うん、ユニコーンはですね1986年に結成されて1993年に一旦活動をお休みしている、うん、そして2009年に活動再開と。この後の活躍は皆さんご存知の通りということですね。そうですね、リリースもありましたしね、うん、はい、あのバンドブームをね本当にグイグイ引っ張ってたあのボーイとかね、あと爆竹とか、あ、ボーイの次ですね、爆竹とか、本当に日本のロックがすごいこう全盛期の時にね、ユニコーンもガンガン活躍してまして、テレビとかでもよく見てましたからね。ちょうどジュン・スカイウォーカーとかあの辺の、そうですね、タイミングとぴったり合った感じですね。そう、なかなかテレビに出てくれないロックバンドと、うん、でもっともっとなんかいろんなそのなんだろう、トンネルズとかね、とかと絡んでいく、私たちもと絡んでいくバンドと二つにすごくこう分かれてた時代で、うん、そういうなんかこうお笑いの方、芸人の方とも一緒にこう肩並べてやれてる、ダウンタウンのね、そうですね、あ、そうもね、よく出てましたもんね、夢で会えたらかな、そうですね、はい、夢で会えたらとかの、あのオープニングとかで、そうですね、はい、はい、そういうこともあって、意外とやっぱりこう一番こう親近感が湧いたバンドなんではないかなと、あの当時では、はい、で民生さんのねキャラクターもありまして、そうですね、また音楽も独特なスタイルだったような気もします。そうなんですよ、なのでまあその後ね、民生さんと出会いね、お酒なんかも一緒に飲むようになってからは、はい、やっぱりこうこれだけたくさんの偉大なる曲を書き上げている人なんだけども、なんとなくこう普通のおじさんっていうかなんか空気感が緩いなんてよくね、普通のお兄さんじゃなくて普通のおじさんっていうか、うん、うん、緩いなーっていうね、うん、うん、そんな緩い人に、てろお前緩いんだよって言われる俺の、え、あなたの方が緩いと思うんですけどねっていうねお互い様な感じで、ね、はい、でもなんかそういうなんかこうお付き合いさせてもらうようになってからも、やっぱりその為谷さんの音楽はね、大好きで、で、まあ、グレイもですね、カバーで、よくね、タミさんの楽曲なんかもやらせてもらったりとかね、うん、してますけども、一番最初にね、知ったのが、はい、ベビーブルーっていう曲で、はい、それをライブシーンの、使った、その、ミュージックビデオ。なんかね、かっこよかった、あの時代。そうですよね。すっげえいいメロディーだな、かっこいいな、と思って、で、アルバムを手にした時に、やっぱり自分が一番びっくりしたのは、大迷惑という曲がありまして。そうですね、これは当時ね、本当に書きまくりましたね。そう、クラシックと、そのロックっていうのを、なんかうまくこう、なんかこう、ミックスしてやってるバンドってなかなかいなくて。まあ、X なんかはね、ちょっと壮大な曲でクラシックを持ち入れてやったりはしてましたけども、この大迷惑っていう曲は、このスリリングなそのストリングスがとても気持ちよくてかっこよくて、あ、こんなやり方もあるんだなと、そういうことを、まあ、高校生ながらに知ってですね、いろいろとそういうものを取り入れてやりたいということで、シンセの音をね、昔は本当にこう、なかったんですけども、ピアノのね、シンセの音だったりで、その楽曲に入れてみたいとか、まあ、そういう形で、まあ、いろんなね、グレーの、激しい曲にも、その、ストリングスが入ってる、速いそのビートに、そのストリングスっていう原型をなんかこう、作ってくれた楽曲がこの大迷惑なんじゃないかなと。ビューティフルドリーマーとかまさに、そうですね。ストリングスと速い。あ、だからね、よくね、言うのが大迷惑のようなあのスリリングな感じっていうのを、よく話題にしたりとかするので、いまだにやっぱりスリリングさは、やっぱりこう、大迷惑が一番なんじゃないかなと思いますね。はい。なので、今日のですね、テルズルーツ、ユニコーンの、この大迷惑を聞いていただきたいと思います。Tell me night, Gray. はい、ということで、ユニコーンで大迷惑を聞いていただきましたけども、はい、やっぱね、かっこいいですよね。かっこいいですけど、歌詞がユーモアがあって。ね、そうだね。サラリーマンがテーマという、ね、斬新さという。単身赴任のサラリーマンですからね。単身赴任のサラリーマンですからね。だから、世代を超えて共感を得た。そうですね。だと思うんですよね。うん。若いやつはこのリズムっていうか、そう、リズムね、リズムがね、感じてね。うん。やっぱね、こう、タミヤさんの声を聞いてると、まだまだね、完成されてない感じがあって。ああ、そうね。そうね、その若い感じがまた良かったりしますけどもね。はい。